皆さんこんにちは、ボンドチャンネル、ツッチーパフォーマンスです。今回はボンドショップ名古屋でカスタマイズさせていただいた車を紹介したいと思います。紹介してくれるのはいつもの飯村店長です。よろしくお願いします。お願いします。今回紹介する車がこちら。はい、やってまいりました。はい、ハイラックスの GR。 はい、あの飯村さん、実はですね、僕何を隠そうハイラックス好きなんですよ。なんかさっきからもう本当にいいなぁいいなぁって、あの今でも鮮明に覚えてるんですけど、実は車の免許取って取る前かな、一番最初に見に行った車が、はあ、あの昔のマスタングとあとハイラックス、へえ、これを某県の某中古車屋に見に行った、いまだに覚えてる。あ、そう、それちょっと特殊な車で、はい、ダブルキャブのロングベッド移植した特殊な車だったんですけど、はあ、さすがに長すぎるって言って、それ会話しなかったんですけど、はいはい、めちゃめちゃハイラックス好きなんですよ。へ、そんなに詳しくはないです。おうおうおう、はい、そしてあともう一個好きなのは、バックトゥーザフューチャーに出てきた黒いハイラックス、わかります？わかりません。出てくるんですよ、はい、主人公は乗ってるんですけど、まあそれ全然この、はい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 、わかります？はい、1と3に出てくるんですけど、はいはい、それを今回思い出したんですよ。なんか、おー、なるほどね。もちろんそのダブルキャブ、シングルキャブの違いありまして、全然仕様も違うんですけど、はい、なんか黒いハイラックス、うん、なんかちょっと上がっててかっこいいっていうのが、なんかこう個人的にビビッときて、うん、俺めちゃくちゃイケてるなと思って、うん、そんな車を今回、まあ、紹介っていつも言ってるんですけど、はい、紹介じゃなく雑談でお届けしたいと思います。はいはいはい、でまずこの車の入庫の経緯的には、はい、これ事前の告知というか、うん、お客様からジャブがあった感じで入庫だったんですか？あ、そうそうそう、一応ねブログでもご紹介をさせてもらったんですけども、まあ、あと、まあ、何台か、お付き合いがあるお客さんでよく来ていただいている方が、まあ、夏用に突然買ったぞと。もう車買った後の事後報告だったんですよ。あの買いますと、はいはい、いうことで、まあ、あのうちの方でね車ごとご用意するって話もあったんですが、ちょっとその国産車のこういう新車、ほぼ新車、この車も10キロで来てるんで、で新車ってなかなかこう中古車屋さんからこう分けてもらえないかったりとか、ね、そう金額がちょっと合わなかったりとかで、もうお客さん直接買ってくださいでいうことで、買ってもらって、で部品をうちの方で手配して、で今回乗る前に一気にドーンって仕上げて納車みたいな感じの流れになってます。でそのカスタムの内容的にはもうお任せでっていう感じなんですか？うん、そう、あのねすごい買うよってなってからもう死ぬほど LINE が来るの。あのこれ妄想、ね、よくあるこれどうこれどうこれどうみたいな、それ全部無視でいらないいらないっていう感じで、はい、まあ、あの必要なものだけを、用意してで仕上げてこうなりましたみたいな、なるほど、いう感じで、納車をさせてもらいました。じゃあ今回は飯村さんセンスがかなり入ってる車ということで、はい、まあ、ちょっとね一部はお客さんがどうしてもこれ欲しいあれ欲しいっていうのはつけましたけども、基本的な基本の部分は僕の方で全部チョイスして、じゃあその辺のカスタマイズの内容を今回、はい、順番に見ていきたいと思います。はい、あと最後に今回あのトータルのカスタマイズ費用、うん、はいはいはい、あまり普段やってないんですけど、うん、まあ、参考になれば幸いかなと思いますので、はい、トータルのざっくりのカスタマイズ費用も最後に発表させていただきたいと思います。はい、でまず外装、はい、僕ノーマルの状態よく分かってなかったんですけど、はい、どの辺がカスタマイズされてるんですか？基本的に何かつけてる、まあ、これちょっとねお客さんが希望してつけたんですけど、バグガード、そう、はい、それ以外は基本つけてないです。あ、顔はこれノーマルでこの状態なんですか？ノーマル、あ、そうなんですか。そう、まあ、専用 の, なんかそのバンパーになってるのと、そうそう GR、ベースが GR なんで ね、 あのエンブレムなんかが違うっていうのを見たんですけど、で取り急ぎやったこととしては顔はもうトヨタのこのエンブレムを、黒に、あ、これはやっぱり塗ってるんですか？はい、塗りました。なるほど、これしかも半ツヤなんですか？そう、半ツヤに塗って、で GR のエンブレムはあの他はね全部剥がして、ここはちょっとくぼみがあったんで、スモークのペイント濃いめで塗って、で横フェンダー、フロントフェンダー左右 GR、はい、リアゲート GR、はい、でステップ GR みたいな、はい、全部剥がしました。はい、一回トヨタの人に謝ってもらって、はい、すいませんでした。すいませんでした。その GR であるところを、はいはい、消しました。消しちゃってるんですね。はい、なるほど、はい、ただ専用バンパーだったりするんで、まあ、パッと見ですぐ詳しい方であれば、はい、分かる感じの仕様なんで、あとこれ半ツヤっていうのが絶妙だなと思いました。そう、なんかあのちょっとね真っ黒も黒だとあれなんで、ただそのマットだとちょっと白っちゃけちゃったりするんで、うん、
半艶の黒で塗ってあります。そうなんですよね、あのマットって結構あの一般的ですけど、実際やると白っぽく見えちゃったりとか、ザラッザラになるよね。あと経年劣化というか耐候性があんまりないんですよ、うん、マットって。なんでこのサテンの半艶で塗ると、はい、まあ、その辺の耐候性もありつつ、はい、まあ、ちょっとこのメリハリでできるんで、うん、まあ、いろんなところに応用できるかなと。じゃあ外装この真っ黒黒っても最初からなんですね。そう、基本的には塗ってないです。だいぶかっこいいですね、最初、はい、そう、最初からもともとね、黒をベースで選ぶと真っ黒なの。でも白をベースで選ぶとちょっとなんか逆に黒が入っちゃったりする。ああ、なるほど。でボディカラーも白と黒しかないんですよね。そう、 JR はそうですよね。普通のラインナップだと5色ぐらい確かに、はいはい、あります。白黒しかないということで、はい、じゃあ続いてカスタマイズの他のポイントを見ていきたいんですけども、はい、もう足元と、はい、あとはこのやたらと高い車高をここにつけるかなと、はい、そうです。まず足元のこっちからいきましょうか。はい、こっち、はい、HRE、はい、プロフォームシリーズ、はい、FT1 の17インチ。これ詳しくない僕らだともちろん分かってますし、よく見てくださってる方だと、はい、まあ、フローフォームシリーズと普通の単造シリーズと、うん、違いパッとすぐ分かると思うんですけど、うん、多分分からないっていう方もいらっしゃると思いますので、はい、詳しく解説させていただくと2種類、はい、もう素材の違いでラインナップされてるんですよね、はい、でもうフォージドシリーズはその単造のそのビレットを削り出したシリーズ、うん、でこっちのフローフォームっていうのが、はい、回転単造の方ですよね。そうです。要は引き伸ばしてこう、まあ、いろんな動画 YouTube にあると思いますので、はい、まあ、見ていただけると分かりやすいと思うんですけど、まあ、単造ほど高額じゃなく、そう、比較的価格帯が低価格な、もうちょっと抑えた金額なんですよ、はい、ただ強度だったりに関しては単造並みの強度がある。そうです。ただ製造方法の違いであんまり複雑な形状とか複雑なそのオフセット指定ができないんですよね。できない、できない。なんである程度固定になるんですけど、うん、まあ、ちょうど鋳造と単造の中間って感じですかね、うん、の今回のモデル、こちらです。はい、で、まあ、オフセットが選べない、あとはフィニッシュも選べないと、あるものから選んでくださいと、ある程度固定になると、はい、これもめっちゃいいですね。そう、 FT1 だけが6ケツなんで、まあ、極端な話そのハイラックスにプロフォーム入れようと思ったらもう一択になっちゃう。そして気になるサイズの方は17インチということで、はい、17インチ9J プラスマイナス0です。あ、0なんですか。はい、ゼロって久しぶりに聞きましたね。ゼロです。でこれオーバーフェンダーが GR の場合ついてる関係で、はい、まあ、ある程度その外に出した太いのが入るということで、そう、だから標準のハイラックスだと普通に波形入ったら出ちゃう、飛び出ちゃいますよね。そうなんだけど、まあ、今回 GR なんでオーバーフェンダーがついてるんで収まってる感じです。左右で 45mm ぐらいアップしてるということで、そうですね、片が2センチぐらいですかね。で1900の幅になってるんで、はい、オフセットゼロが入ってる、はい、これいいっすね。これかっこいいね。これ六欠って正直多分、うん、限られちゃうと思うんですよ、履けるホイールって。そう、もう本当に最近多いじゃない、まあ、多いというか、まあ、LX の問い合わせがあったりハイラックスがあったりランクルがあったりって結構六欠が多いんで、その六欠でじゃあ単造のホイール履きましょうみたいな話になった時に六欠ができるデザインって、まあ、本当限られちゃってる。まあ、ブランドによってはもう何でもできますよっていうのはあるんだけど、例えばその六欠になることでデザインが変わっちゃう、そうですね、スポークの数が変わっちゃうっていうのがあるんで結構自由度が低い。もしやるとすれば本当にここを大きく取ったホイールじゃないと、そうそう、マルチに使えないんですよね、うん、だいたい穴が6個あるんでだいたい6本スポークが定番になってるんですけど、うん、だからその辺の関係とか、うん、あと重量とか耐荷重の関係で作れないっていうのも多いんですけど、この場合だともう六欠の設定があるんで、はい、ドンピシャでハマるという、はい。そしてタイヤの方が、はい、BF グッドリッチの 33×12.50 の17インチ。これ幅も この感じ分かります？だからそのね、結局さ、はい、まあ、僕らもそんなに得意じゃない分野なんで、まあ、とにかく調べる、はい、まあ、問い合わせがあって、じゃあサイズいくつからスタートするじゃない。その時に 33× っていうサイズは基本的にね入らない。あ、らない、まあ、もしくは、まあ、結構大変。じゃあかなりオーバーサイズになってる。そう、かなりオーバーサイズ。なるほど。だ一般的には275もしくは285をつける業者さんとか、まあ、ユーザーさんが多いんだけど、まあ、今回はちょっとそれだと迫力が足りないなと思ったんで、大きいサイズにしました。まあ、車が大きいですからね。そうね、そう、それに合わせて足回りもかなり大きくなっているということで、はい、あとここがいいと思ったんですよ。そこね、
重要っすよね、うん、重要。 あんまりこう細すぎてそうこうスッてしちゃうとね、それも違うし、あとここがでかくなりすぎてもそうそうまた違うじゃないですか。そうその辺のバランスがこのタイヤサイズ絶妙です。はい、まあ、参考にしていただいてもいいのかな。そしてあとはこれを履いてる関係で車高の方もはい上げてます。上がってるんですよね。はい、でこれがどんな感じで上がってるんですか。フロントはフォックスのショックとバネを使って、リフトアップしてあります。でボディリフトじゃなくて、はい、足回りの交換で上がってるということで、はい、てます。結構上がってますね。結構上がってます。グー2個分ぐらいになってるんで。そう、もともとハイラックスってこう前傾姿勢なんで、はい、皆さんやるとしたら後ろそのままでフロントだけ上げるとか結構多いらしい。だけど、まあ、今回はもう前後ともに上げてあります。そういうことなんですね。はい、じゃあもう一回り車は上に大きくなってる。そうで、フロントだけより上げて、まあ、バランス取ってる感じ。なるほど。でフロント車高調になってるんで、あの車高の調整、まあ、リアはねリーフなんで調整できないんで、フロントで合わせて、いる感じですね。もう車がだからもうまあでかい、でかいこのボンネットの感じってもうアメ車のフルサイズ、そういう感じですよね。とでかい。ルーフの高さももう本当に2メーターぐらいいってんじゃないかと。そうね、そうね、はい、そのぐらいの大きさになってると。これ迫力ありますね。これ迫力ある。あとはサイドなんかもちょっと変わってるんですか。これステップを変えました。なるほど。ステップを TRD のやつに変えて、もともと樹脂のステップだったのを、はい、スチールのステップに交換してます。これ TRD なんですね。そう、これめっちゃかっこいいですね。そうだから、そのなんかね、僕の中で基本的にそのなんか車を触る、特に国産的な国産車の場合なんかはなんかちゃんとしたものをつけたいっていうか、うんうんうん、なんかちょっといろいろ部品あるじゃん、もう死ぬほど、ね、そうですね、はい、あるけど、なんとなくやっぱりこう名前のあるものをつけたいなというふうに思ってるんで、今回は TRD のものをつけてます。これかっこいいっすね。これかっこいいよね。ただあのさっきドア開けて乗り込むのちょっと確認させてもらったんですけど、あの使い勝手はもそう結構ね、こう薄い、はい、で内側入ってるじゃないですか。そうかステップとしてガンガン使えるというか雨にちょっと危険です。そうですね。ただこれ全部合成もあるこのパイプのやつで一周回ってて、はい、でなおかつ真ん中もへこんでるんでかなりスタイリッシュでかっこいい。そうすっきりしてる、はい、でここに GR って貼ってあったんだけど、あそこ剥がしたんですね。剥がしました。なるほど、はい、こんな感じになって、はい、であとは車が GR なんで、はい、いろいろ黒くなってて、もうその辺も効いてるかなと思って。そう、元々黒いんで、もうドアハンドルなんかも黒だし。そうなんですよね。あ、でもここだけこの下側だけがなぜかメッキだったんで。あ、そうなんですか。ここはラッピングしました。なるほど、はい、これミラーも GR で黒くなってるんですもんね。はい、なるほど。その辺まとめるとサイドビューもかなり引き締まるんじゃないかな。はい、であとはいいなと思ったのはやっぱり飯村さんスケスケガラスなんですよ。そう、これはもうお客さんも、はい、絶対クリアガラスっていう人なんで、はい、こう特に車真っ黒とかだったりすると、うん、前と後ろのこう何ですか、スモーク貼ったり貼ってないのこうバチンって出ちゃうじゃないですか、うん、この辺かなり、そうこれでね、こっから黒ってちょっと効いてるかなと、ね、うん、はい、そしてあの今回あの名古屋店が狭いんじゃないんです、車がでかいんですでかいでかいんです後ろ紹介できない感じですけど、そうですね、後ろも似た感じで、はいはいはい、同じように車高が上がって、サイズは4本通しになってるんですね。4本通しです。はい、はい、こちらが装着されて、はい、でリアはアップのリーフとアップのショックフォックスでアップしてあります。でブレーキホースが突っ張っちゃうんで、あ、なるほど。そう、それのステーをつけてその突っ張りを解消しているのと、フロントのデフダウンキットみたいなものをつけて、リフトアップのそれ何やってるんだろうね、デフダウンデフダウンキットがついてます、はいはい、まあ、要は車高を上げてその辻褄合わなくなっちゃうところも全部前後ろともに辻褄合わせてるんで、はい、なんか見た目だけのリフトアップじゃなくて、はい、ちょっと走れるリフトアップになってるそうです、はい、じゃあ続いて、はい、リア周りなんですけど、はい、ダメですよ飯村さん、悪いところ飯村さんのこれ。いやだってさっき後ろ来ないの後ろ来ないの、あの当然でしょみたいな感じで、はい、カスタムしたところを省くのやめてもらっていいですか、はい、ちゃんとパーツつけるだけじゃないんですよっていうのがあのあ、そうそう、はい、引き算、今回ね引き算の美学だからね。そうですね、そうね、見てる人全く分かってないと思うんですけど、はいはい、いろいろ他にもカスタマイズしてあったんですけど、はい、はしょりました。はしょって紹介しないんですよ
で全部撮影終わってからあそういえばそこもやってあったダメです撮り直しますと、はい、でこれ他にもいろいろやってあるんですね。まあはいまずマフラーが、はい、これわざわざ塗ったんですね。塗りました。はい、確かにこれ後ろつけた時に車、うん、見えちゃいますね。そう、そのリフトが上がってるんで、はい、普段見えないところが見えちゃう。でお客さんから最初マフラー変えたいなみたいな、はい、まあ、よくありがちな、ね、こういう車買うとマフラーも一緒に変えたいみたいな、でなんか横から出したいみたいな罰じゃないです、罰じゃでもあえてこの純正のまんま、そう純正のまんま、はい、そのまあ、見えないようにしちゃおうというふうな方向性で、塗っちゃいました。もうあえてこう司令と乗ってる感じ、うん、俺車改造してんぞって感じじゃなくて、じゃないじゃない、そう、もうそういうマフラーとかはもう純正のまんま目立たなく、はいはい、だから僕の個人的な要望としてはあのデフのあのマーキングと、はい、マーキングとシールも黒くしたいなって、あれね、あれね、はい、個人的には、うん、はい、であと足回りの方もただつけるだけじゃなくて、はい、一手間加えてつけてるっていう、塗ってます、はい、これがもともとサスペンションのこのバネリーフ、そうリーフがね緑だった。結構四駆系のパーツって足回りのそのコイルだったりだとか、うん、色入っての結構多いですよね。多いね、赤とか緑とか黄色とかね、はい、ショックなんかも色ついてたりしますけど、うん、それをわざわざ今回黒く、はい、黒く塗ってるんで、まあ、純正も黒なんでね、バネ、リーフのバネはなんで、車外のリーフも黒く塗ってつけてます。だから本当に徹底して後付け感を出さない、そう、はい、ね、あのなんか つけましたっていうどうだっていうんじゃなくて、あのさらっと乗っていただきたいなと思ってる。確かに一個ずつ全部そうやってこう統一させていくと、うん、車の全体的なまとまりすごく出ますよね。そうね、はい、やっぱり色はできるだけあの消し込みたいかな。まあ僕らほらコンプリとかテックアート行きます、ブラバス行きます、マンソリ行きます、で車体の側の色っていうのはできるだけ2色にまで、はい、まあ行っても3色みたいな、はい、でその中から、室内の色に、これを使いました、あれを使いましたっていう考え方 がまあ吸い込まれてるっていうかね。ヨーロッパチューナーのそのやり方とかセンスとかそういうものがいろいろ入ってる、うん、あとカメラ回ってないところでさっき話題出ましたけど、はい、こう後ろもめっちゃかっこよくなりましたよね。後ろそうさらっとね、もう何にもなくなっちゃったんで、あの100系までってこう荷台がこう前にちょっとめり込んでる感じ、はい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 、リアのそのキャビンのとこまでオーバーフェンダーがこうかかってたじゃないですか、うん、この方になってからもう完全に荷台とそのここだけでキャブが別体になったんで、うん、すんごいスタイリッシュになりましたよね、うん、で前方のその100系って少しこう仕事の車っていう感じがあったじゃないですか、はいはい、それがなんかもう全然あのタコマと遜色ない、うん、もうスタイリッシュななんか本当にピックアップトラックっていう感じが、うん、そうね、確かにこれすごい流行り、まあ、実際流行ってるんですよね。もうそうハイラックスってやっぱりすごく台数も見るし、あのすごく売れてるみたいです。今若干プレニニになってるぐらい売れてるみたいで、うんうん、でも世界中でいろんな使われ方してるじゃないですか、うん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 、一部の使われ方はまあ解説しないですけど、うん、はい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 、あとは場所によってはなんかその粗悪な燃料でも動くように、うん、あの頑丈なその燃料系統を積んだ仕様なんかもあるっていう、だ本当に無限大だなと思いました。はいはいはい、まあ、いろいろできるところ。そうですね、そうですね。じゃあ最後になりますけど、はい、ハイラックスもうかっこよくできるっすね。できるっす、はい、そのなんかたくさんつけたりなんかこういろいろつけるじゃなくて、うん、外していく方向、うんうんうん、で必要なものだけをバシッバシッっていう感じであのいいものを使うっていうのが、まあ、いいかな、うちっぽいかなと。もともと GR で結構いろいろいじってあって、うん、もういわばメーカーチューンでいじってあってかっこいいですけど、うん、さらにそれをニュアンス変えて、うん、でしかもプラスアルファするんじゃなくて引き算やっぱり重要だなって。重要重要です、本当。そして今回このハイラックスを見て改めて飯村さんこう振れ幅がすごいなと思って。そうあのなんかね、スーパーカーからそれこそ GR ヤリスとか、はい、全くこう真逆の車かと思いきや、はい、まあ、さらにこう斜め上のハイラックスっていう、はい、そこまでもう守備範囲広いんで、まあ、いろいろご相談いただけると、はい、いろんなものがご提案できるんじゃないかなと、はい、そして最後今回のこのカスタマイズ内容、はいはい、ざっくりいくらぐらいになるんですか。ざっくり150万ぐらい。そのぐらいなんですか。はい、ただ、まあ、車体がね450万ぐらいの車なので、まあ、割合で言うとまあまあな高い割合。そうですね、まあ、車体価格の割合で言ったらかなり高額ですけど、いつもはあのアメリカ製単造ホイールで4本で200万円ですみたいな感じが多かったんで、それからすると割とっ
手頃というか、150万円ぐらいで、まあ、これぐらいになるのであれば随分ガラッと変わる。確かに。ただショックがね、ちょっと今回フォックスのショックがまあまあ高いんで。あ、なるほど。そう、ほとんどそのフォックスのショックで締めちゃってるかなっていう、うん。あとはこのホイールフローフォームだと納期の優位性もあるんですよね、はい、そうね、まあ、基本的にアメリカで在庫持ってるっていうものがほぼほぼなんで、割と早く来ます、はい、オーダーでこだわって作るっていうのもいいんですけど、うん、まあ、ものによっては半年とかそれ以上かかってしまうものもあるじゃないですか、うんうんうん、もちろんその自由度も魅力だと思うんですけど、うん、はい、やっぱりこう手頃に2パッと作って乗れるっていうのはかなり魅力なんじゃないかなと思います、はい、はい、思います。ハイラックスだけじゃないですよね、うん、もう国産車、そう、はい、他にもね、いろいろできるんで、ぜひ名古屋店飯村店長にご相談ください。というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。